あの、早く写真撮っちゃったらどうですか？あ、うん、そうだね。じゃあ、アシさん、お願い。なんで私が？タイマーセットしてご自分でやれば。デジカメないし、携帯だとうまく固定できないから。いや、でも僕だって恥ずかしいんだよ！わかりましたよ！あの、もっとこうもっとですよ。なんなんですか！いいですか？うん。あともう一つ、見えたらその綺麗だよって言ってくれる。嫌ですよ！そんなことさっさと終わらせたいんですから。ほら、スカート持って。さっさとあげる。おはようございます。どうしたの？アシスさん、その、今日は暑かったのでつい。ああ、暑い日は水着だよね。ほんと、暑いわね。みはりちゃん、暑いですね。まったくだ。あ、りんなちゃん、せなちゃんも。先生も水着になりましょうよ。暑苦しいぞ。私たちに恥かかせる気？涼しいですよ。じゃあ先生、その体すごいマッチョ。うとーい。やるじゃない。いや、先生の素敵な体を見ていたら胸が苦しくなってきました。緩めてくれませんか、水着の紐。お願いします。苦しくて切なくて。でも早く。これ以上しちゃうともう我慢できないんです。いいの？もっと先生。もっと。よし先生。あの、早く起きて仕事しないと、みはりさんに怒られますよ。あれ？夢？そんな！せめてあと1分遅く起こしてくれれば！そうだ！ブラニャ！アシスさん、背景お願い！これをブラニャが。ブラニャうまい。猫なのに私よりうまい。コミュニケーションも取れてる。なかなかのセクシーおパンツだね。お姉ちゃんの借りたから。何してんの？いや、気に入っちゃって。
惜しそう。セクシーパンツで誰に見せるために？下着くらい好きにさせてください。でもまだまだ。この件に関してはアイトが真っ当なこと言ってるかな。私が先生より連れてる。おはようございます。シマパン、おーヒモパン、ハイレグ、キワド。私よりまとも。アシスさん、目が怖いよ。どうしたの？考えてみれば先生は特に挫折なく漫画家になったのに、私は未だに、つまり一人の人間として私はこの人より劣ってるわけで。もしかしてアシスさん、この前かがんだ時にパンツ見ちゃったことに気づいて？この人より。無性に自分に対して腹が立ってきますね。ごめんなさい、許して。代わりに僕の罰見せてあげるから。いい加減にしていただかないと先生のことをぶっ飛ばしたくなりそうです。ああ、でもそれで許してもらえるならこれでやって。一度アシストに叩かれてみたかったし。今何か言いました？うん、さあどうぞ。だったらお望み通り。これ結構スカッとしますね。でしょ。いいんですね、気の済むまでやっちゃって。どうぞお願いします。先生がこんなんだから私が苦悩するんです。すみません、僕はアホで変態で、アシスさんがいないと健康もできない、ダメが勝てて。まったくですね、こんな先生がまともなわけありません。その通りです。だけとお呼びください。いいでしょう、このだけご主人だ。アシスさん、やっぱりそういう趣味が。違うんです。漫画もむしろ政治向けの方がいいかも。